私も中学校と高校でラグビーをしておりました。で、文化スポーツ政策ということですが、スポーツの政策で言いますとね、やっぱり心配なのはこの予算が年々削られているということです。で、きっかけになったのはトトかな、要するにくじですか、サッカーの勝敗を決める、であれがですね、できて以降それの収益をスポーツの振興に充てるというこういう流れになったわけですね。ところがこのトトの収益が下がりますと結局スポーツ振興の予算も下げられるっていうこういう連動になってしまって、従来のそのスポーツ振興っていうのがねできないと。で、そもそも博打とスポーツを結びつけてですよやることが、間違ってると思いますから、本来のスポーツ振興また予算のあり方に戻していくということが大事だと思います。で、文化という面で言えば、私は大学で映画を学びましたので、映画文化に興味といいますかね、があります。で、今はもうデジタル化が進んで映画もデジタルで撮る時代になってますが、昔の映画っていうのは当然フィルムですよね。皆さんよくこう昔の映画を見るとこうなんか髪の毛みたいなのがついてたりですね、そういうのを見たことあると思いますが、やっぱりあれも劣化していきます。で、見えなくなってしまうわけですね。で、それをその配給会社などに保管を任せていてええのかと。やっぱり国として重要文化財というところまでいかないにしてもですね、フィルムの保存っていうのをやはり国会の中でも問題提起してやっていきたいなというふうに、一つ思っております。その辺がちょっと文化政策で考えていることです。はい、ありがとうございます。